さあ次はどんなダンジョンだ。日差しだったけどね。あ、へえ、島、アイランドって感じだね。曲が、曲もアイランドって感じでいいじゃない。砂浜の次は海に浮かぶ島か。南国っぽい感じの風景が続くね。まあこれでさ、急にトートとか来たら嫌だよね。水着でトート行くなんてさ、ドラゴンクエストじゃないとありえないからね、そんなの。だけどさ、ん？どう進めばいいんだろう。道繋がってないんだけど。ジャンプで飛び越えるのは難しい距離だな。泳いで渡るか。いや、それむずいと思うで。ホロカマ見てみ。海にサメがいます。え？いや、サメぐらいいけるでしょ、君たちなら。やば。泳いでる途中に食べられちゃいそうだね。おお、クリフのサーフボードを使う。リュウの近くで。クリフのサーフボードを使いましょう。クリフのそういう橋代わりにできない？無理や。絶妙にいたの長さが足りんわ。じゃあリボン、お前の風の力で僕たちを向こう岸まで飛ばせる？あのぐらいの距離だといけるかも。ちょっと試してみようか。風の力で飛ばすんだ。ああ、矢印を踏むことでリオンの風の力が発動し向こう岸に渡ることができます。エビは消費しません。なるほど、海にサメがいます。無事渡れたな。この調子で頼んだよリオン君。リオンの負担すごそうだけど大丈夫かな。なるほど、だから多分、あ、今は上下しかないけど多分左右もあるんだろうな。じゃあここの雑魚はどんなんだ。頑張る。おーっと、陣形組んでるね。アルダウルに対して陣形を組む3体の巻き替え小僧。悪くない。じゃあ強化したエクリエの力をちょっと使いたいということですね。強化した以上ね、エイヤーが気になりますよね。 48? 猛毒の霧。あー、ファイアボール33。エイヤー114。一人だけ絶対ダメージ違う。ねえ、一人だけダメージが違うんだけど。うわ、猛毒の霧40も食らうのか。食らうね。一人だけ140、110か。110出したのすごいね。44?えいやー !70! ファイボー !37! 猛毒の霧ばっか入ってくるこいつ、やだなーこれ、嫌すぎるなー。猛毒の霧相当嫌だな。全体なのがやばい。ガードアップ、あ、敵からもこういうドーピングアイテムが手に入ったりするんですね。毒は治ってないよね、当然。歩くたびに減っていくタイプ。ちょっと待って、4人も食らっちゃったら戻るわ。行くよ。この巻き貝小僧がね、相当嫌だったな。猛毒の木めっちゃ生えてきたもんな。早めに処理したいところ。とりゃ40。ああ、通常攻撃に毒入ってる。今度は通常攻撃に毒が入ってるタイプがいた。あ、みんな毒った。みんな毒っちまった。結局みんな毒るのね。そこで全体の状態上治療とかあればいいのにな。さすがにないか。巻き貝小僧が見た目の割にホーネットなんかより、ホーネットの方が毒吐きそうだけどね。鳥だ、ブルーバード。そうだね、名は体を表すっていうね。ブルーバード、ファイアボール、アイエイヤー、攻撃で。まあさすがにいいんじゃない。毒なさそうだけど。滑空があるのか。気泡サイゾンの滑空がありやがる。まあ攻撃ね、そうだね、猛毒の方が嫌だかな。うん、嫌かな。うん、戦闘終了時も治らないし、攻撃攻撃だけだったらそっちの方がいいかな。えいやー120。呪いの花粉、呪いがあったか。今度は呪いって何があるんだろう。 HP が減る以外なんかあんのかな。あれ強化、あれちょっと待って、あれ一つ消えたな。一つ消えたんですけど、まさか。まだあれっすよ、まだまだ始まったばかりだったんですけど、星になりましたね。早いよ、星にするのが少し。もう最終強化しちゃったの？マジで？
そうか、強化しちゃったか、強化しきっちゃったか、プラス3で強化しきっちゃったか。あ、魔道士の装備しとこう。魔法力71、力49。力49ってことは、クリムよりも、エクリムの力が高い。またか。またこの展開？嘘。クリムが今47だもんね。まだ強化してないからね。まあ、クリムやリオンたちの武器は。うん。あまりにも強化段階が早すぎるというわけやな。ちょっとやりすぎなんや、やっぱり。エクリエル全然パワーは良くないよ。このゲーム、そういうゲームじゃないから。イベント。うん、それにしても何や、ここ。同じような浮島ばっかり連なってるやん。まるで島で作られた迷路だよね。こんな場所現実だったらびっくりするよ。逆に現実にないからこそできる雰囲気であるんじゃない？そうだよ。ここは異空間だから考えとけ無駄だよ。せやけどこんな並び方まるで手抜きやろ。アルマ法人途中で作るの飽きたんちゃうか。やめなよそういうこと言うの。めったい。すごく言うね。一体どうしたの？もっと男女に調節やつの心考えてもらえないんや。こんな手抜きされたら心の解除待ってこん。そんな考え、そこまで思ったことないよ自分。心躍るように作る男女の挑戦が違いがあって小田川さんに燃えるんや。その気持ち俺分かるんか。わからなくはないけど、熱弁するね、クリムよ。熱意分かったら、とりあえず一旦落ち着こう。面倒なおじさんだな、まったく。だいぶ連携増えたね。気づいたら。カルテットポイント25とかを使う代わりに、多分大ダメージなんだろうなっていうのが結構あるね。まあでもエクリエルの技を見たいんで、アイスクールレインでも打ってみましょうか。せっかくなんで。お扱い向けにね、猛毒の霧を巻いてくる巻き貝小僧たちがいっぱいいるんで。まあ、ここは適当に、こういう攻撃で。アイスクールレイン？レッツゴー！いやー、370?293?2478?356? 連携強えよ。お、ボスですね。ちょっとね、迷ってた。若干同じとこをぐるぐるしてたんじゃないかっていう錯覚に陥るほど迷ってました。来ましたね、ボス。一応レベルは11。カルテットポイントは100。結局のところ、連携技は便利なんですけど、手が気づいたらね、単体攻撃に動いてるっていうこともあって、なんだかんだで体の部分で100です。行きましょう！準備は万端！さあ、あれ行き止まりだ！海から何か出てくるんじゃないかい。おいおいおい、あんな手抜き迷路のところで行き止まりだ、舐め腐っとるやろ。あ、また岩盤があるよ。うん。釣りでもして心を落ち着けましょう。だってさ、クリム。やがましいわ。なんで人の心見えくような看板ここにあんねん。看板に突っ込まれとる。まあまあ、先に進むヒントかもしれないよ。だからここはうちの釣り名人に任せてみようよ。リメール、お願いね。任せてよ。なんや、嬉しそうやな。それはまあ、出来合いする妹に頼んだら、しつこの顔の、こんな顔しちゃうよ。そういうもんなんやな。さーて何が釣れるかな、と。嫌な予感がする。うお！何かかかったの？かなり大物だ。僕一人じゃ引っ張られる。みんな手伝って。うおー、ですよね。超大物が釣れたな。うわー、こりゃとんでもない大物だね。あ、見て、あの神さんの背中、島を背負ってる。もしかして戦っておとなしくさせて渡るってことか。うん、ずいぶんスケールのでかい仕掛けやな。ま、それはやるなりゃ。アイルトータス。来たねー。で、覚えた技の中にちょっと気になるものがあったんですけど、まあ、トータスだから遅いとは思うんだけどさ、これ、ディフェレスっていうのが、一時的に魔法の弱りを弱める。で、向かい風。素早さを遅くさせるのはでかいっす。この、速さが変わらない関係の中で、レベルアップで、速さが成長しない過程の中で、相手の素早さを遅くするっていうのはいかに強いかっていうのはね、RPG はよく自覚しております。なのに、向かい風？アジダウン？えいやー、ディフェレス！耐えたり！スタンするかも。スタンしたね。スタンしたけどすぐ立ち上がったのは偉い。ファイアボール。ディフェレスは2回まで重ねるか。どうしようかなー。もう1回かけてもいいっちゃいいけど。そうするとエクリエルやること多いな。ディフェレスもしたいし、エイヤーもしたい、回復もしたいのか。相当やること多いね。ディフェレスしたい。アジダウンさせたい。攻撃。向かい風。
えいやー、ディフェレス。ファイアボー。107、71、体当たり。スタンしちゃったか。まあ、これは仕方ない。リュミエル、ファイアボール、エイヤー、攻撃へ。大防御！まあ、確かに耳はかなってる。デバフのターンを延長させるという、なんか、稼ぐという点では合っている。攻撃。62？ ファイアボール ?110？ エイヤー !219？ エイヤーで210。自信。あ、スタンもあんのか。スタン付きの全体攻撃が強いね。で、このディフェンスダウンとかアジダウンさせてやるのいいんですけど、何段持続するかもちょっと気になるんだよな。アイス出すと、攻撃。エイヤー !250? エイヤーが250出るの強すぎる。まだ下がってる。何ターンだろう。だいたい5ターンとかだと思うんだけどね。相場は5ターンだと思ってます。僕の中では。攻撃で。ファイアボール52。エイヤー !208! エイヤーで、のしかかり。うわー強っ！危ない！なんか予兆あった今。なんか予兆あったっけ？のしかかり超強かったけど、大防御してから？どっちだ？でもよく耐えたね。えらいえらいえらいよ。癒しの風で。こればっかりは癒しの風を。ファイアボール。攻撃。大防御。ローテか？それか、あれか。50% 切ったからか。50% を切ったからかもしれん。さあ、元に戻りました、デバフが。再び書き直すのは基地かな。ディフェレス。向かい風。攻撃。向かい風。ファイアボール98。ディフェレス。そりゃ。56、自信。だいぶスタンしたね。エクリエルしかいないね。ディフェンス、攻撃、攻撃。硬いなぁ、さすがに。耐え当たり。でも大丈夫だった。ファイアボール、アイススラスト、向かい風、攻撃。えいやー、198!122、72、耐え当たり。ファイアボール、エイヤー、攻撃、攻撃。大防御。ローテかな？なんか何ターンかに1回使ってんのかな？ 10 分の1に抑えてる。もしもの時のために1回、癒し風挟もうか、1回。のしかかりもう1回されても困るし。耐えはするけど。さすがにね。癒しの風？もう、癒しの風が全体回復、全回復してるからね。自信！スタン治ったのは偉い。攻撃、ファイアボール、エイヤー、攻撃。エイヤー！タックル！逆筆！ファイアボール、アイススラスト、攻撃攻撃。250削るのが偉すぎる。エイヤーで。あ、強いわ、こいつ。エクリエル強えわ。エクリエルが200、なんだ、だいたい2倍出してんだもんな。一人の。強いね。これはムキムキエクリエルですわ。コングラチュレーションズ。次に行こう。やったね。あ、島が。これは大そうだな。ちゃんと魔法陣もあるし、先に進めそうだね。次はどんな場所だろうね。今度はこんな手抜きメールやないってことも目玉。そこまで思わなかったけどね。あ、海の家だ。エリア2。連携技は必中攻撃なので無効化じゃない限り、通常スキルの状態時にかかる確率が高いです。当然、ボスにも有効なので、うまく使えば被害を最小限に切り抜けるかもしれませんね。なるほど。さっきののしかかりももしかしたら幻惑とかあったらよかったかもしんないね。今更だけど。癒しの風ばっか使ってる。よし、じゃあ続きやっていきまーす。二日目です。よろしくお願いします。まずやることなんですけど、道具にミラクルアップがありまして、この前倒したやつですね。
この前倒した、島の、なんか、ランドタートルみたいなの。を倒した時にミラクルアップが手に入ったんですけど、まずこれをエクリアに突破します。じゃあ次にところに行きます。さあ次はなんだ。島と来た霧、霧の生えた屋敷。ちょっと待って、水着で来る場所じゃないよ。ねえ、ここってさあ、これは完全に出る雰囲気やな。お墓っぽいむつきが出ないし、これは完全に黒だろ。エクリエル、お願い、また手繋いでよ。またか。幽霊とか生きた骸骨が倒すの難しくないだろうに。普通に考えたら不気味でおかないよ。そうだよ、リミエル。それとこれとは話が違うんだから。いいよ、リオン君。安心できるように手繋いであげるね。エクリエル、ありがとう。チェッ。エクリエル、リオンに甘いよな。その殺言、自分に思いっきりブームが刺さっとるで。なんで水着でこんなところに来てしまったんだ。その違和感が、待って、水着ダンジョン、東大エリアって書いてあるけどさ、ここ水着ダンジョンじゃないよね、どう考えても。そこに対して言及してほしいんだけど、水着で来る場所じゃないだろ、こんなところって言ってほしかったな。自分が言っちゃったよ。え？おぉ、いるね。よろしくお願いします。蹴散らすよ。あ、もったいないゴーストだ。もったいないお化けじゃん。この、春巻さん好きだよね、もったいないお化け。もったいないお化けじゃん。なんかよく出るね、君もね。もったいないお化けね。じゃあ、えいや。攻撃で。忍者っぱそりゃ。えい。はいぼう。えい。えい。ドン。えいやー。128? 158? そっか、クリームも強化したんだった。そっか、この過程で、クリームの水着も強化したんですよ。そしたらクリームも強くなりましたね。ちゃんと。エクリエルだけ強化してたところを、クリームをちゃんと強化したから、強くなったね。えいやー、そりゃ !142! あ、強い。だいぶ強くなった。うん。強化は偉大だね。たあははは、野菜たちの恨みによってエクリエルやられたんだけど。野菜たちの恨みによってやられたんだけど。ねえ。即死魔法やっぱね、即死魔法ほど怖いもんないよね。この手のゲームで。特にエクリエルブッパーがさ、エクリエルがやられるとさ、だいぶ辛くなるんだけど。あ、もう全員即死耐性つけるか、もうなんだったら。それでいいんじゃないかっていうレベルになってきたな。でも沈黙嫌なんだけどね。戦闘不能が一番辛い。ということでですね、まあ、ゾンビたちを倒して、資金も余ったんで、全員の水着が、このように、星になりました。ま、こういうのを強化するのは全然苦じゃないからね。むしろ強化していくことに楽しみが増えていくからね。これによりですね、エクリエルがね、目立たなくなりました。初めの頃はエクリエル目立ってたんですけどね、今回は慎重にバランス設計されてるのか、エクリエルがめちゃくちゃ強いってことにならないです。まあ、言うんだったら、守りとか抵抗はエクリエルが一番かな。そうだね。守りとか抵抗はエクリエルが一番ある。あと HP も一番ある。耐久一番あるのがエクリエルです。で、そのエクリエルにアミュレットで即死耐性もつけたんで、まあ、一番怖いのは封印とかになるんだけど、そうすると、毒とか。まあ、そこはね、即死よりはいいかなって思っております。この手のゲームで即死ってやっぱ恐ろしいんでね。じゃあね、ちょっとまたおいおい進めつつ、この墓場を攻略していきましょうか。あー、ちょっと待って。あ、イベントがある。何ここでイベントって。それにしても建物の中にも霧が出て不気味な雰囲気だよね。まあ、水着来るとこじゃないのは確かだと思うんだけど。昔から霧ともうじゃっつうもん、切っても切れへんって関係やからな。昔、アリ先生。あ、アリ先生ね。紫の髪の下、あの人でしょ。僕たちがいた孤児院の先生から聞いたんだけど、霧には死者の念というのが溶け込みやすいから、海には幽霊船とか現れやすくなるらしいよ。そっちの世界にもそんな話あるんやな。俺っちもガキんとこおとんから、海霧と幽霊船の話は聞いたことあるわ。その日聞いた日が夜怖くてトイレ行けんくなって、うっかり寝正面したくなったっけな。リミエルもアリ先生から幽霊船の話聞いた日、怖くて夜一人にトイレ行けなかったもんね。そうだったかな、忘れたよ。
せやからリオン、もしお前がビビって漏らしたとしても俺っちは笑ったりせえへんから安心して。おいら絶対漏らしたりしないよ。お化け怖い人多いな。この4人、お化け怖い人多くない？その割にはお化けをさ、連携技で一発で葬ってたりするけど。抵抗はないのかい？そこに。来ました、ボスの前です。レベルは18。果たしてこれが高いか低いか、自分にはよくわかっておりません。一つ言えるのは、レベルが上がったことにより、エクリエル HP 最強説がクリムに抜かれてしまったことです。まあまあ次のミラクルアップでまた逆転するからね。よろしくお願いします。よし、行こう。強敵の気配がします。行きましょう。さあ、ここのボスは誰だ？ここは最上階みたいだな。行き止まりってことは何か戦うってことかな？何が来ようと壁でかかってこい！ほんま大丈夫か？暗くなりました。生きのいい聖者の匂いだ。その身も、その魂も、まとめて食らってやろう。この空気、霊が一箇所に集まってる？来る！なんだこの巨大な骸骨は。すごい骸骨が来た。あれ？リオンくん？即死耐性見つけたはずだよ。リオンくん、即死耐性つけましたよ。なんだったらあなた。なんで即死耐性つけた？リオンが倒れんだよ。あかん、そっとしてまったのは。おい、起きるよ。こんなのが浮き押しちゃってる場合じゃないぞ。リオンくん、あれを一緒に倒したら、飛びっきり美味しいハンバーグを作ってあげる。ハンバーグ！なんかどっかで聞いたな、そのネタ。よーし、やってるぞー。その息だよ、頑張って倒そう。ねえ、さっきまで気絶してたんだよね。気絶どころか戦闘不能になってたね。恐怖より空気感。なんかアホなしになってきたわ。来たよ。ガシャドクロ。とりあえず、新しく覚えた技で、ようやくディフェンド覚えました。ディフェンド覚えたのでかすぎる。デマジェスト。向かい風。アームズメイク効くのかな？物理ダメージ低下。ボスに効くのかわかんないけど、使ってみましょう。向かい風。アームズメイク180。ディフェンド。とりあえずね、守りとね、攻めをね、両立できれば。鬼火。3。3？ 3って何やお前。なんだお前そのダメージは。なんだお前そのダメージは。3ってなんだ。向かい風。アームズメイク。とりあえず、有利な状況を作っておこう。何かね、こっちのね、バフデバフを打ち消されなければ、だいぶ楽に戦えるはず。なんだそのダメージはお前。ゼロ。なんだそのダメージは。嘘だろ？ゼロってあなた。嘘。これ、このまま圧倒して終わりじゃないの。飛炎ってのがあるんだけど、これが2回攻撃なんだよね。使ってみようか。普通に。飛炎。1、2。あ、こんなもんか。なるほど。骨。いた！骨。骨。骨で700ぐらい食らったんだけど。なんだ、骨って。なんだ、その技は。多分 HP 依存で 99% だろうな。計算式。HP 依存で 99% 攻撃だと思うけど。まあいいや。死にはしないなら大丈夫。そうだね。ファイアボール、ヒール、ヒエン、まあ、大丈夫だと思うよ。向かい風もしてあるし。ファイアボール、ヒール。なんだそのダメージはお前。ゼロ、ゼロ。なんだこのダメージは。なんだこいつ。骨が強いだけじゃないか。骨が多分 HP 依存のダメージで、それ以外があまりにも弱すぎる。なんだこいつ。今まで相手してきたボスの中で最弱かもしれんこいつは。まあ 50% 切った時に行動が気になるぐらいかな。怨念。あ、呪いか。五寸釘打ち込まれてしまった。とりあえずディフェンドが切れてるからディフェンドやって、緑の薬はいっぱいあるから、緑の薬使って、緑の薬使いつつ、攻撃を下げに行こうかな。
余裕はある。 50% 切るよ、そろそろ。骨痛い骨強すぎ。これ大丈夫かな。 50% 切るとなんかさ、この骨の攻撃全体にしてきそうな気配もしないでもないけど、大丈夫だと。あー微妙だな。クリムが耐えるか怪しいんだよな、それ伝えた時に。ガードヒール向かい風ガード、一旦様子見で、一旦様子見します。鬼火ここは大丈夫なんか食らわないから、全然食らってないから大丈夫。まあこれはこのターン、じゃあ様子見、あ様子見しようか。ニューメールだけ、ニューメールだけでも様子見した方がいいわ。で 50% 乗せよっか。さあ何言ってくんの。叩き潰すですよねHP 依存で食らったな。癒しの風あるんだわ、癒しの風あるんだわ。一応そういうことがあるんだろうなと思って、癒しの風あるんだわ、ちゃんと。いよいよそのダメージできたな。骨その骨って何なの。その分かりやすいけどさ、クラウドダメージがでかすぎないかい骨。ファイアボール、いや待って、ディフェンスがあれか。ディフェンドしてヒールして飛炎して攻撃、炎をディフェンド、ヒールして素早さ関係はもうほぼ確定してるからね。怨念、まあ、呪いがエクリエル、エクリエルの MP がどんどん減っていく怨念のせいで。ニュミエル道具役で、で、ヒールの味下がってんね、まだ。 OKOKOK、 じゃあいいや。アームズレイク、ゼロなんだこいつはねえ、なんなのこいつ、ゼロだの3だの今までのボスの中で一番弱いかもしれんな。一番 HP50% 切った時に行動が一番強いのだって、他はそんなに強くないんだけどこいつこっちのバフードブデバフがちょっとね、あまりにもやりすぎた感あるな。ディフェンスでもしとくか。ディフェンス向かい風攻撃、ディフェンスで下げて骨、癒しの風、ファイアボール、攻撃。癒しの風が強すぎるんだよな。これ500強回復すんの本当に強い。鬼火、なんか食らわないでしょ。12、ナメトン、ナメトン。多分このターンに多分ラッシュかけても終わるんじゃないかな。えいやー、俺や。はい、終わり。一番弱かったぞ、お前。あれ？数々のこの春巻さんの作品やってきた中では、かなり弱い部類に入るぞ、君。びっくりするぐらい弱かったぞ、君は。なんだあいつは。なんだあいつは、なんだったんだあいつは。骨と、なんか、叩き潰すだけだったぞ、強いのは。フレームピラー、フローズンウォール、竜巻、ワンショットキル。覚えたね、技。リオン、大活躍の間に、まあ、そうだね。君とエクリエルがいなければ癒しの風はできてないからね。ねえねえ、エクリエル、約束だよ、ハンバーグ作ってよ。うん、このダンジョン攻略したら約束通りごちそうしてあげるね。やったー。リオンって、もしかして食べ物散らすかせておけ、アンドイッドも平気なんじゃないかな。この試してみるか。ああ、そんな感じか。じゃあ次のエリアだね。こっち行って、でも水着はもう最大限に強化してるから、これ以上の強化は見込めないんだよね。海の家3。そろそろ中級魔法とか技とか覚える頃合いですかね。覚える頃ですけど連携技に感は上がりますよ。はて、覚えたね、そういや。フレームピア。あ、中級魔法これか。へえ。フローズンウォール。敵単体か、でも。まあそうだね。全体攻撃が強すぎるからね、あったら。
んで、彼は竜巻だっけ覚えたの。気泡サイズを魔法中ダメージ。クリーム、ワンショットキルって覚えたね。あー、一撃必殺がある可能性があるのか。自分が使う時の即死ってあんまり強くないけど、敵の使う即死は強いんだよな。水着強化できないんだよね、でも。もう。あー、できないね。強化できるものがないね。あー、銀の腕輪を買えるぐらいか。11個買ってもしゃあないからな。まあこれで、あとは道具が、あ、スーパーが売ってるぐらいか。じゃあちょっと買っとくか。11個ぐらいで。友情の薬も売ってるね。じゃあ次行って、あと2つぐらいかな、もしかしたら。中級魔法は覚えたし、銀の腕輪をつけます。金の腕輪をみんなつけます。で、あれ忘れちゃいけないことが一つあります。ありましたね、ミラクルアップ。エクリエルに全振りしますと。バイタルアップも使えます。デジスタップも使えます。はい、ムキムキエクリエル爆誕。このテンションで最後までやっていく気か。